はい、では始めてまいりましょう。この動画を視聴のご覧の皆様、誠にありがとうございます。私レック専任講師の村上正道です。本日はですね、防災横断ミニガイダンスという形でレックで行っております防災、税理士講座ですね、防災横断速習講座、というところの、いい点をご紹介しようかなと思って、お届けでさせていただきたいと思っております。なんですがですね、ちょっと短い時間で、ババッと喋ってしまいますんでですね、ちょっと一つ1点だけにですね、喋りたいことを絞っていきます。これご覧の皆様ですね、まあこうやって YouTube とかで、繋いで見ていただいて、ですね、今ご覧になられてると思うんですけれども、まずですね、いろんなところ ありますけども、レックのところでですねやっております、これですね、防災横断というところですね。これをちょっとご紹介させていただいて、私がはい、これちょっとこっちが行きますね。防災横断速習ミニガイダンスというところで、こいつですね。あっと、ちょっと行き過ぎた。はい、この防災というところですね。これをちょっと、教えさせていただきたいなと思っております。この防災横断なんですけれどもですね、横断するというふうな形で、皆さんはね、簿記論、図案、諸表論というのを一つずつ受けられるというふうな形ですね。まあ、簿記論、計算、難しい計算がありましてですね、そして座標なんですけれども、計算と理論が、はい、一つありましてですね、これ一見するとバラバラというふうな形、もう全然別の形で勉強していくというふうな形である。そしてですね、しかも税理試験は科目一つ一つとってもですね、やっていくのがすごく大変だということで、2科目も取ると一気に時間が足りない気がするのに、なんで、はい、なぜ防災横断をレックは押してるのかみたいな形ですね。そう、レックはですね、防災横断を強く押しておりましてですね、これ本当にこうなんです、合理的だからなんですね。この合理性がね、ちょっと今世間に知れ渡ってない。私ね、防災横断の勉強方法ものすごくいいと思ってるんですよ。なのでですね、この動画をご覧の皆様にちょっと熱く語りたいなと思います。でこの合理的っていうところ、まあこれ口出てもはい、ですね、まあ言っても仕方ないね。これ図工形で、パワーポイントで、ね、ちょっとお見せいたしますけど、まず理由は3つなんですね。まず一つはですね、今会計の現状がどうなってるかというふうなところ、簡単に、本当に簡単にご説明させていただきますと、こうなってるんですね。世界全体の会計が一つ統一に向かっているというふうな形。会計のルール統一しようというふうな形であったら、ちょっと私映しますね。会計のルール統一しようと思ったらどうなるかというと、日本、アメリカ、ヨーロッパ、わーっと喧嘩になりますね。わーっと喧嘩になったようですね。まあ話し合いにならへん。もう一個、ごめんなさい、関西弁でしょ。話し合いですね。わーっと、みんながみんな主張し合ったら話し合いにならない。だからどうなるかというと、主要なルール、会計で資産はどうやって計算するか、負債はどうやって計算するか、収益とは、費用とは、純資産とはというふうな、まず根幹の、はい、ルールを理屈ありきで決めるんですね。その理屈ありきのルールを決めて、そこから会計がどん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 出てきています。だからですね、今新しい日本の会計、どん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 新しいルールで作られていましてですね、まあ昔の勉強の方法、計算の仕方をとにかく覚えろとかね、ありませんでした。はい、で簿記3級勉強した時、もう理屈を抜きで覚えろとかね、いうふうなところ言われたりとかするかもしれませんが、それ通用しません。全く通用しません。今後この新しい会計を勉強していくところは、理屈、はい、簿記というふうなところを噛み合わせる必要があるんですね。なのでですね、まあこれ10年20年の動きです。この10年とか20年は言い過ぎですね、この10年でもうガラッと変わってきた動きなので、最新の勉強方法ですね、まあ、10年以上前とかならばまだ簿記論と財務諸表論を分けて勉強しててもよかったんですが、これはもう今はもう同時に勉強するより他はない。まあそれがまあ合理的というふうな形になっておりますので、へえと、あ、そんな流れあるんだなと知っておいてください。こういう流れを知っておくとですね、新しい会計実務に入った時ですね、説明できるちょっとかっこいい会計士になっているんでね、ぜひぜひ、まあちょっとこういう講座、理屈ありきの講座というのをちょっとね、思っていただいたら、嬉しいですね。はい、あと合格のレベルですね、これもちょっとイメージをしておいていただくんですが、まず簿記の計算ですね、難問を短時間で、難しいですね。で、座標ですね、簡単な問題を程よい時間で解いていこうというふうな形になってます。ですがですね、これ難問を短時間って
これ矛盾してますよね。これ矛盾してるんで、実はですね、実は簿記論の難しい計算って実は誰も解いてないんですね。何かで言うと飛ばします。難しい計算見つけたら飛ばせっていうのが鉄則で、もう基本部分ばっかり、これを攻略していきましょうというふうな形に実はなっております。で、理論でいきますね。理論ですね。簿記の理論なんですか、これ出題ゼロです。理論は出ませんね。計算だけというふうな形になっているですね。で、財表の理論についてはこれはまた膨大な範囲から出題されてます。で、こっちもまた実はがありますね。実はです、財表の細かい論点は合格者ですらほぼ解けてないです。これがひどい話なんですけれどもですね、財表の理論が出てくるぞというふうなことを言ってるんですが、理論がねちょっと難しすぎます。はい。で、4割解けたらもう5割解けたらもう万々歳、4割解けたらもう合格に届くよというような、ちょっと基本の水準っていうふうな形で十分と言われてるんですね。あれあれおかしいですね。あれ、計算も理論もあれ、これ基本だけで十分じゃないのということで、計算能力は財表レベルの、なんか計算ね、簿記論の難しいレベルガンガン解いていかなあかんというふうな、難しい印象をお持ちの方はそれは切り替えてみてください。基本的にはですね、財表をパーフェクトに解ける、財表をパーフェクトに解けるレベルっていうのが必要ですね。何回のものは飛ばしてしまいますんでね。で、そして理論能力です。もうこれ基本の理解、過度な暗記は不要です。ということは計算も理論も基本レベル、財表、まず計算は財表レベルですね。そして先ほどもお話してましたが、簿記の計算はどんどん新しいのが理屈をつけて覚えていかなければならない。ということは簿記の計算勉強する段階でですね、理屈をやっていくんですね。ということは全部基本をしっかりやってたら両方ともの勉強に通用するということで合理的になってるんですね。はい、そういう形になってて、まあ、はい、まあ、そら合理的だなと。もう一点試しましょうか。時間短縮できます。これはね、簿記論と財務諸表論似通ってはいるのにですね、多くのところではカリキュラム別、問題集も別、いろんなものが別々で存在してですね、講師もテキストも全く別々というふうな形になっている。でもですね、レックは基本的に、はい、守備一貫した学習、テキストをですね、計算は同じものを使っていく、まあ、やっていくというふうな形で、重複の無駄をこういう形ですね、同じ講師が担当で計算も同じテキストでやっていこうという形になっていくので、あ、こっちのテキスト見て、こっちのテキスト見て、問題集こっちやって、あんで同じような問題だったぞというふうな形で、一番まずいのがテキストがまあ、バラバラっていうのはところはね、まあ、なんとかなるんですけど、講師がね別のことを言ってしまうとか、まあ、考え方、意見の考え方にはいろんな考え方があるんでですね、まあ、いろいろなテクニックとかもあったりとかするときに別々のことを言ってしまうときですね、これがちょっと混乱を生むというふうなところ、一通り、ま、直前期というふうなところでは別に大丈夫なんですけど、一通り固めるまではですね、一人の一気通貫したですね、守備一貫した流れっていうのを捉えていくというところがすごい大事なんで、最初の方でね違う話されたら、混乱してしまうっていうことがよくあるので、そこは、はい、私がカバーするというふうな形で、いきます。で、レックのテキストですね、余談ですがめちゃくちゃいいです。これプロが感動するレベルというふうなぐらいでですね、こんなこともあります。テキストに、私テキストに惚れ込んでレックに行きましたっていう講師もいるぐらいです。はい、私です。はい、で、私はね、私講師として、ものすごい講義をしますよ、素晴らしい講師ですよとは言いません。ただですね、テキストはめちゃくちゃいいです。そのテキストを最大限引き出そうと思って、こう惚れ込んでますからね、最大限引き出すっていう風なところ、私もこの、テキストという風なところでですね、やっぱり合格にたどり着いていくという風な原動力になりましたんでですね、ぜひ皆さんにも届けたいということで、結論として、はい、もう本当に短くお話をさせていただきましたが、こういうことですね。会計の現状としても今理屈ありきで全部が動いている。だから計算勉強するときも理屈を勉強しなければならない。でも難しいことやらなくていいんですよと。理屈も計算も深入りしなくていい。ということは全部に共通する基本部分を押さえればいいということですよね。そうして時間短縮、重複する部分をどんどんカットしていったら一気に2科目いけるんですよ。むしろ2科目同時に勉強しなくてバラバラに勉強することで逆に時間がかかります。1科目の時間とほぼ2科目一緒の時間で私はいけると思っています。
はい、それぐらいですね。それぐらい、でもそんなね、いや、うまい話あるかっていうふうな形になると思いますが、これ本当うまい話がありましてですね、在京の合格率異常に高い時があるんですね。平成29年293割近くです。異常に、はい、こんなことです。異常に高くてダメでもいいやと思って受けた、はい、というふう受験生が続出しております。なのでですね、受けないと損っていうふうなことが逆に言えるんですね。おまけ、はい、で私の授業ですね、こんなふうな形でですね、パワーポイント画面で動かしていきます。こういうふうな形で、まあ、いろんな説明があったりとか、こうやって図をこう動かしていったりとかですね、して、まあ、計算していくというふうな形で動きをつけてお話をさせていただきます。こういったですね、まあ、合理的で、面白いちょっと母材横断というとこですね。ぜひ時間が限られている方、速習ですね、短い時間でなんとか効率よく合格に持っていきたいというふうな方は、この速習講座ですね、ぜひご興味を持っていただいて、また説明文とかですね、いろんなところに書いてあるところをご覧いただいて、そこのところを参考に、また、受講の、ご検討いただければと思います。私待っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、本当に短い形でございましたが、母材横断、速習が抜けてますね、速習ミニガイダンスというふうなところを終わりたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。